原子論とは、あらゆるものは、それ以上分割できない極小のものが集まって構成されているとする理論、仮説、主義のこと、唯物論、機械論と重なる。古代ギリシア哲学においては、ソクラテス以前の哲学者、イオニア学派のアナクサゴラスが、万物は最小の構成要素、スペルマタからなると説いて、議論に宣弁をつけた。その後、ソクラテスと、 同時代のレウ・ギッポスとその弟子デモクリトスらの一派が、アトモンが物質を構成する最小単位であるという原子論を唱えた。デモクリトスらの原子論は、プラトンやアリストテレスの形事上学と対立しつつ、ヘレニズム期のエピクロスや、共和制ローマのルクレティウスに継承される。その5000年以上の時をまたいで、ルネサンス期の人文主義者、ポッチョ・ブラッジョリーニによって、再発見された。 20世紀以降のインド哲学史研究において、六種下道やジャイナ教、バイシエイシ科学派の思想、仏教の極美の思想などが古代イギリシャに見立てられて便宜的に原子論と呼ばれる。仏教の学派、節一彩ウブのアビダルマ論書のうち、中期以降のものに原子説が見られる。色は多くの原子が集合して成り立っているとされる。アヌは微粒子のイ。パラマは 最高の極限の縫い。原子は物質を次第に分割した極限において、もうこれ以上分割できないだけの大きさである。原子は微粒子ではあるが、立体的にそれを包む面を持たない。原子を中心に上下左右前後に1個ずつが集まり7個の原子の集合したものが、第2の単位のアヌとなる。原子が、 他の原子と接触するかしないかの論争があったが、接触しないのが正しいと認められている。イスラーム理論神学では、一部の例外を除き、存在論の基礎を原子論に置いている、とされる。ジャウハーファールというのが、ジュズ、ラ・ヤタージャ・ザユーとされ、原子に相当する。ただし、存在のもう一つの単位として、空輸があり、原子は常に空輸と結びついており、 偶誘と原子は神によって作られた次の瞬間には消滅するとする。ジャウハー・ファールが結合して、いわゆる物体を構成しており、物体の変化はすべて神が作る偶誘によって説明され、物体相互の関係は否定されている。イスラームの原子論では、世界に生成性があり、世界を生成させているのは神であり、神が世界を直接支配していると説明している。 ただし、その説明の仕方には様々なタイプがあり、アシュアリー学派は、偶有性の持続を一切認めず、すべての原子の結合や分離、生成、変化は、神の創造行為と結びつけられている、と説明するのに対し、ムータズイラ学派は、例外的にいくらか偶有性が持続するとすることで、人間の行為の選択可能性や、自然界の秩序を認めた。 空間の構造については、それが、連続的であるのか、あるいは、原子のような最小単位があるのか議論があったが、後者の方が優勢であった。また、真空については、存在を認める議論と認めない、議論の両方があった。イスラームの原子論の起源については、古代ギリシャ起源説、インド起源説、独立の発生だという説などがあり、はっきりとしたことはわかっていない。 デカルトなどは原子などという概念を採用した場合、それがなぜ不可分なのかという問いに答えることは不可能と判断し、粒子はすべて分割可能だとした。16世紀以降、科学が進歩し、ラボアジェ、ドルトンなどにより物質の構成要素として元素概念が提唱された。彼らの論が近代原子論の源流とされている。20世紀初頭になっても科学者の主流派、 多数派は物質に構成単位が存在するという説は疑わしいものだとみなしており一般の人々も含めてアトムという単位が存在するとは思っていなかった19世紀末の電子発見以前の時点で存在が確認されていた最小の物体はロカ性病原体であった例えばエルンストマッハやオストバルトなども実証主義の立場から原子なるものは 観測不能であることなどを理由に原子なるものが実在するという原子論には反対しエネルギー論を主張していた。そして原子論の考え方に基づいて熱現象を試みに計算してみたものなどを論文類で発表し始めた若者ボルツマンと激しい論争を繰り広げた。この論争に関してはアインシュタインの1905年の論文による ブラウン運動に関する理論の提出、及び1909年のペランによる実験的検証により、ただの理屈や理論ではなく何らかの粒子が存在すると認知されることによって一旦決着がついた。ただしマッハは1913年に著書で原子論を批判し、ピエール・デュエムも1914年の著書で原子論を批判した。 マッハとデュエムが没した1916年以降は原子論に反対する科学者はほぼいなくなっていた。ちなみに、この原子の実在証明は電子発見の後である。それまで反対派の方が多かった何らかの粒子的な単位の存在が自然科学者一般に認められるようになったことで、それは自然科学分野で理論を構築するために使える便利な概念的道具となった。 何らかの粒子的な単位の存在が認められ、道具として用いられるようになるのと、並行して分割不可能という概念の方は後退していくことになった。原子の存在自体が、まだ広くは認められていなかった20世紀初頭においても、つまり、物質が、のっぺりとしておらず何かしらの単位がある、と、自然科学者によって、ようやく考えられるようになった。それが、 アトムと呼ばれるようになった20世紀初頭においても、原子の存在が実証される以前に電子が発見されていたことから、原子は負の電荷を持った電子と正の電荷を持った何かでできているという議論がなされるようになった。つまり、株構造についての議論が始まっており、それが電子と原子核からなることも、ほぼ確実視されていた。皮肉なことに、アトム、原子という言葉が、 ようやく科学的なものとして用いられ始めた頃には、原理の分割不可能な最小単位通りのものではなくなっていたのである。さらに、原子核の内部構造として、陽子と中性子が存在すると考えられるようになり、さらにアトムという概念からは遠のいた。さらに、その後の様々な研究により、その陽子や中性子も分割不可能ではなく、 内部構造を持つとされるようになった。また、古代原子論や近代の原子論のように、ある大きさを持つ粒子が物質の基本単位になっているとする考え方とは異なった。大きさを持たない点によって物質が成立しているとする考え方も生まれた。原子は、その大きさの10万分の1の大きさしかない。原子核の周りを電子が回っていることから、 原子の領域はほとんど空間である。よって大きさのない複数の点粒子が運動する有限の領域がハドロンの領域であり、点粒子から有限の大きさの物質が構成されるという考えは可能となった。もっとも数学上は無限小の点が無限に集まって有限の大きさとなる考えも可能であるが、無限の点粒子を集めることより、点粒子の運動領域による 有限大物質の構成の考えの方が現実的である。また、プランクは粒子説による混乱を回避するために空間の側に最小単位があるとする考え方を発表した。現在では原子の内部構造のことは世界的にはサベターミックパーティクルズなどと呼ばれている。つまり分割できないという根拠が不確かな概念は用いることを慎重に避けている。 サベターミックパーティクルズにはいくつかのタイプがあるとされ、ヨコや中性子はハドロンとして一括りにされている。今のところ、レプトンとクオークが発見されている中では最小の構成要素であるともされている。また、現代においても場についての理論や仮説を説明するのに、相手が一般人の場合に場という用語を避けて、科学としては、 あまり適切ではないと知りつつも、粒子という用語を使う例もある。だが、いずれにせよもはや世界の自然科学者は、科学的に正式な言明としては、これが最小単位だなどと根拠もなしに断言するようなことは行わない。レプトンやクオークも、さらに内部構造が発見される可能性がある、と考えている。坂田昭一は、物質の下部構造は無限に続くとする。 無限階層論を提唱した。また、超紐理論においてはすでに、すべてのサベターミックパーティクルズは、有限な大きさを持つ紐の振動状態であるとされている。もっとも、超紐理論を支持する立場においても、この紐が物質の最小単位であるとの主張はされておらず、例えば、紐の素性は何か、紐の内部構造はあるのか、という議論を立てることは可能である。 一般に現代の物理学者はいかなる立場であれ、正式の論文で最小単位だと検証されたなどとは断言していない。1897年の時すでにウィーンの帝国科学アカデミーでボルツマンの講演を聞いた後、マッハは原子が存在するなど、私は信じないと宣言している。日本では原子が原子核と、 電子からなるとする考えを最初に提唱したのは、長岡半太郎であるかのような風文があるが、すでにその3年前に、ジャンペランが、提唱済みである。日本語では、素粒子や素粒子論という訳語を当ててしまうが、これではせっかく、サベターミックパーティクルズと表現している真意を理解せず、原子という概念を安易に復活させてしまっているわけで、一種の語訳とも言える。 ありがとうございます。